高木雅彦はゲームミュージックの作曲家。元大東所属、ズンタタのメンバー。マール名義で知られる。大東入社後、新人研修も兼ねて、ダライアスの楽曲データ及び効果音作成を手掛けデビュー。1987年稼働のラスタンサーガが作曲家としてのデビュー作となる。1988年発売のアルバム。 ニンジャウォーリアーズ GSM タイト1において、高木が作曲したフルスロットルが収録され、ライナーノーツでマール名義を使い始める。1989年に発表されたアーケードゲームナイトストライカーの楽曲を担当し、それが評判となりその名を広める。1990年のゲームミュージックフェスティバルにおいて、ズンタタ初のライブに参加、ギターを担当。 以降もライブではギタリストとしてステージに立っている。ズンタタの三代目リーダーも務めるなど2009年頃までは対等に在籍していたが後に退社。一時は表舞台から姿を消し、ズンタタの OBOG が顔を揃える各種企画にも参加していなかった。その後2016年4月28日開催の小倉、常吉のトーク DJ イベント、エラースにて、トークショーのゲストとして、久々に、公の場に登場。以降は、ズンタタのトークイベントやライブに、ゲストとして、たびたび参加している。などゲームのサウンドトラックは除く。ありがとうございます。